阪神タイガース情報社。はい、今回は2月の2日、秋季キャンプ2日目についてお話をしていきたいというふうに思います。阪神タイガースの情報。はい、今回は2月の2日、秋季キャンプ2日目についてお話をしていきたいと思います。本編に移る前にですね、まず一つお願いがございまして、このチャンネルはですね、阪神タイガース情報を配信しております。2024年年内チャンネル登録者数1万人というところを目指してやっておりますので、チャンネル登録まだだという方はチャンネル登録ぜひぜひよろしくお願いいたします。はい、それではですね、本編の方に早速移っていきましょう。春季キャンプ2日目ということで、昨日からキャンプ始まりましてですね、2024年阪神タイガース始動し始めましたけれども、今日キャンプ2日目はですね、若手野手陣に注目が集まっているということでですね、早速今日のキャンプ内容というところをチェックしていきたいというふうに思います。はい、まずは一軍野手陣の方から順番に見ていきましょう。今日、話題を集めたのはですね、外野手のレギュラー争いで、注目されている選手たちの特打の部分ですね。ここにですね、注目が集まっておりますね。はい。で、今回ですね、取り上げるのは野口選手、井上選手、前川選手ということでですね、居残り特打を行ったこの3選手が、アーチ合戦を繰り広げているということでですね、結果の内容を見ていきたいんですけれども、野口選手は166スイング中26本塁打、井上選手は133スイングで28ホームラン、前川選手はですね、112スイングで16本塁打ということでですね、それぞれに柵越え、20本、前川選手は16本ですけれども、超えるような、柵越えというところを放っておりまして、本当に外野手争いからはですね、今年は目が離せないというふうに思いますし、去年、両翼っていうところがですね、弱点になっているということで、ノイジー選手が加入してということになりまして、ノイジー選手と、最終的には森下選手がですね、両翼の座を射止めたというような形になりましたけれども、本当に今年はですね、誰が出てきても、おかしくないかなというような状況になっているというふうに思いますし、去年の状況とはですね、ちょっと変わっているなというようなところはですね、やっぱりちょっと消去法的にですね、両翼選ばれた感というところはありますけれども、今年は本当に誰が、両翼を掴んでもですね、一軍の損、レベルの中で遜色ない、非常に高いレベルで、一軍レギュラー争いというところがですね、繰り広げられているんじゃないかなというふうにも思います。で、野口選手に関してはですね、去年育成契約というところから支配下を勝ち取った、超若手有望株ということで、去年、2軍戦ではありますけれども、後半戦一気に6本塁打ということでまとめ打ちをしておりますし、井上選手に関してもですね、ここ4年間、苦しい思いをしてきながらですね、去年1軍デビューを果たしたという、一軍デビューというかですね、一軍での試合数というのをですね、ある程度消化することができたというふうに思います。で、前川選手に関してはですね、去年も注目はされていましたけれども、キャンプイン直前のですね、怪我というところもあって、一軍キャンプ帯同というところがかなわいませんでしたけれども、今年に関してはですね、体調面というところも、特に問題なく今のところ来れているというふうに思いますし、前川選手に関してはやっぱり怪我ですよね。1年間戦える体というところが、非常に重要だっていうように感じた2年間だったというふうに思うんですけれども、それを克服すべくですね、一軍キャンプ、高いレベルの中で、出続けてですね、しっかりと体を作って、技術っていうところで見るとですね、前川選手、ファームではありますけれども、3割打てる技術を持っているというところもありますので、期待十分にできるんじゃないかなというようなところで、この3選手の中からですね、2選手、ないし1選手がですね、両翼をつかむみたいなことがあれば、本当に阪神タイガース強くなるというふうに思いますし、先々の心配っていうところですよね。が、かなり解消されるんじゃないかなというふうにも思いますので、この3選手に期待していきたいというふうに思います。で、それに合わせて、2軍の方ではですね、いつも選手であったりとか、ちょっとタイプは違いますけれども、福島選手なんかも控えていますので、阪神外野手層というところで見るとですね、結構正直、去年は弱点になっていたというようなところはありますけれども、その弱点をですね、着々とこう埋めつつあるかなというふうに感じるところですね。はい、そういった形でですね、外野手争い非常に激しさを増しているというような状況となっております。
で、この、まあ、外野手陣以外にもですね、やっぱり注目っていうところで言うと、小野寺選手ですよね。まあ、今日はサードで特殊をしていたというようなところで、まあ、佐藤輝明選手に挑戦状を叩きつけるような形にはなりましたけれども、まあ、佐藤輝明選手もですね、去年1年間サードというポジションでですね、出続けはしましたけれど、やっぱり調子の波っていうところもかなり激しかったですし、まあ、守備力っていうところで見るとですね、まあ、かなり疑問な部分っていうのもありますので、まあ、この右の小野寺選手ですね、まあ、レフトに加えてサード、まあ、ファーストももちろんできますので、まあ、そういうところで複数ポジションできる強打者というところで、まあ、佐藤輝明選手のライバルであったりとか、両翼の選手どこかで調子が悪くなった時の代役候補というところには、なってくるというふうにも思いますし、まあ、想像したくはないですけれども、大山選手の怪我であったりとか、まあ、そういうこともなくはないというような中の、まあ、有事の事態に備えた選手というところで言うと、まあ、小野寺選手本当に使いやすいですよね。まあ、もちろんレフトの、レギュラーというところも狙える、まあ、能力は十分あるというふうにも思いますので、まあ、こういったところでですね、まあ、阪神まだポジションっていうところ決まってないかなというところは、サードショートまあ、キャッチャーもそうですね。あとは両翼というところで、まあ、ここにどの選手が食い込んでくるかというところが注目ポイントではないかなというふうに思います。まあ、こんな感じでですね、今日は1軍野手陣、動きがあったかなというふうに思います。で、1軍投手陣の方はちょっとサクッと見ていきたいんですけれども、ビズリー投手ですね。ビズリー投手がちょっと体の張りというところでですね、まあ、キャンプ初日2日目と登板、回避ということで、まあ、岡田監督も、まあ、投手陣に関して調整そんなに早く、仕上げなくてもいいというような言葉も、初日にはありましたけれども、まあ、ビズリー投手も大事には至ってないというふうに思いますけれども、まあ、登板回避というところで、まあ、ちょっと気がかりなところではありますよね。ビズリー投手去年もやっぱり足首の故障というところでキャンプ序盤出遅れというところもあるので、まあ、投手陣枚数は揃っているとはいえですね、まあ、こういった形で1人2人と抜けていくと心配になってくるかなというようなところもありますので、まあ、大事に至らないというところを願いたいなというふうに思います。で、あとはゲラ投手ですね。ゲラ投手に関しては、今日は変化球を交えて24球ということで、まあ、順調に、消化していってるんじゃないかなというふうにも思いますし、まあ、10日の紅白戦、おそらく、まあ、ゲラ投手も登板あるというふうに思うんですけれども、まあ、10日11日ですね。まあ、この時にですね、まあ、どれぐらいの球速が出るかっていうところと、コントロール、このあたりどうなのかっていうところを見ていきたいというふうに思います。で、あとは岩崎投手ですね。岩崎投手が、まあ、今日は20球投げたということで、まあ、岩崎投手に関しては何も言うことないというふうに思いますけれども、あとはやっぱり気になるのは岩崎投手の起用方法ですよね。まあ、今年抑えでいくのか、それともセットアッパーとして、従来のポジションに戻るのかというところは非常に気になるところでありますし、まあ、この岩崎投手が抑えに残るのか、セットアッパーとしてですね、戻るのかっていうところは、湯浅投手の出来であったり、まあ、ゲラ投手もしかしたらっていうところもありますけれども、のあたりの出来に影響してくるかなというふうにも思うので、まあ、岩崎投手の気持ち的なところ、まあ、もちろん抑えでもいけるっていうところは去年見せてくれたので、まあ、今年に関してはですね、まあ、去年みたいな不安っていうところはないかなというふうには思いますけれども、やっぱり、岩崎投手の、ポジションというところは気になるところではあるのかなというような感じですね。まあ、投手に関しては以上となります。で、最後にですね、岡田監督初日のコメントのところで、まあ、門別投手であったり、七島投手、いわゆるこう若手投手に対するコメントっていうところも残っていましたので、まあ、このあたりも含めてですね、ピックアップしていきたいというふうに思います。で、キャンプ初日に対してどうですかということに対しましては、まあ、いや、暑いな、汗かいてきたわと。あ、そう、こんな初めてやるな。まあ、俺は6年コーチ2年あったから8年目やもんな。8年目で初日雨の時だけ B クラスなんよな。ここはね。2004年のな。だからそれを考えたら天気良すぎということで、まあ、岡田監督的にはですね、まあ、雨が降った、初日雨が降った日、年ですね。まあ、B クラスだったっていうところもあるので、まあ、縁起っていうところ結構担ぐような、監督でもありますので、まあ、晴れてよかったねというようなことだというふうに思います。で、門別投手についてはということに対しては、良かったんちゃう、この時期で147ぐらいずっと平均して投げ取った言うとったからな、6とか7とか。いやいや、まあね、11月に秋で見てな、これは当然一軍キャンプに連れていくというかな、そういう感じの投球やったからな、まあ、一冬越して自分なりに自主トレやってきたという感じもするし、11月と比べて全然ね、2ヶ月ほとんどピッチングもしてないわけだからね、でも全然遜色ないようなね、そういう感じで投げてたからね、と。で、いやいや、もうピッチング終わってる思ったからや、まあ、
言ってないから腹減ったなと思ってというようなことでですね、まあ、門別投手にはコメントを残しております。岡田監督がですね、こういった形で若手投手をベタ褒めするっていうのはですね、結構珍しいですし、まあ、去年も隠し玉はいるかというような話ありましたけれども、去年に関してはですね、キャンプ時点ではですね、あんまおらんなということでコメントを残しておりました。で、岡田監督は前ですね、まあ、監督やっていた時っていうのは岩田投手をそこから見出してということで、まあ、岩田投手の結果っていうところはですね、まあ、皆さん知るところにあるかなというふうに思いますけれども、まあ、こういった形で門別投手、注目浴びておりますので、まあ、おそらく、今年先発投手っていうところでですね、複数回見ることができるというふうに思いますので、まあ、岡田監督の起用方法というところを考えれば、まあ、中日あたりにですね、当ててきて、まあ、自信をつけさせるっていうところが、考えられるんじゃないかなというところで、先発ローテのところでもですね、そういう話をお話しさせていただきましたけれども、また見ていただければなというふうに思います。で、椎葉投手についてはというところでですね、まあ、いやいやスムーズな投げ方というかな、力感はないけどボールは結構ね、オン来てるというか、今日も最初ずっとコントロール関係なしに高めまっすぐばかり投げろ言うとったんや、またアンドリもピッチャーにもな、まあ、そんな低め意識せんでもええから高めまっすぐ、備えしてでも結構力強いボールいってたみたいやで、キャッチャーに聞いてもな、オンと。で、まあな、あの辺がちょっと受け取ったとかであかんやろ。まあ今までは秋にほとんど行ってないから、結局シーバは、新人やけど、門別は去年2試合投げたけど、茨城にしても梅野も坂本も、受けてないからな、今年に関しても秋からはな、ということでですね。まあシーバ投手、まあ藤川投手はですね、結構力感があるだけに故障っていうところが心配だよねっていうような話もしていましたけれども、まあ岡田監督のですね、まあまだキャンプ、序盤っていうところもありますし、まあ全力でっていうところではないので、まあ、スムーズな投げ方というか、まあ、力感はないけどっていうような言い方しておられますけれども、まあ、もう柴投手に関してもですね、まあ、それでもしっかりと球が来ているっていうところは、岡田監督が見ても感じるところであって、まあ、柴投手もさすがだなというようなところだというふうに思います。で、岡田監督の指示でですね、まあ、高めまっすぐというところを、重点的に椎葉投手にも取り組ませているというようなことでですね、まあ、秋キャンプ、去年もそうですね、まあ、高めまっすぐ変化球なしでいいというところで、まあ、岡田監督は、まあ、この高めまっすぐというところにこだわりがあるんだろうなというふうにも思います。で、まあ、その中でですね、まあ、投げる体力であったりとか、能力っていうところを磨いていって、まあ、1年間フルに戦える体を作りましょうということがテーマだというふうにも思いますので、まあ、春キャンプに関してもですね、まあ、今年はですね、まあ、技術っていうところをどんどん磨くというよりも、まあ、個々の能力の底上げであったりとか、まあ、連携っていうところを中心にやっていくということも明言されておりましたので、まあ、こういった形でですね、まあ、春キャンプも、粛々と進んでいくんじゃないであろうかというふうに思います。はい、まあ、こういった形でですね、岡田監督、初日のコメントも残っておりますので、ピックアップさせていただきました。はい、まあ、こういった形でですね、まあ、2日目も無事終了ということで、まあ、やっぱり注目気になるところはですね、2月の10日11日の、紅白戦ですよね。まあ、これでどれだけ選手たちが動けるか、やっぱり新加入の選手がですね、まあ、優勝を果たした阪神タイガースの一員としてどれだけ、活躍できるかっていうところは、連覇に向けてはですね、非常に重要な、ファクターになってくるというふうにも思いますので、フィーチャーしていきたいなというふうに思います。はい、今回はこういった形で岡田監督、初日コメントを最後付け足して、終了とさせていただきたいなというふうに思います。はい、まあ、本当にいよいよ2024年も、野球始まったなというところがこのキャンプの、状況をお伝えしていく中でですね、ワクワクしますよね。はい、まあ、こういった形で来年今年もですね、優勝、目指して頑張っていきたいなと、しっかりと応援していきたいなというふうに思います。はい、まあ、ちょっと取り留めのない話に最後になりましたけれども、今日は以上となります。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。